二本松市の第七酒造では2011年から毎年和歌山県の高野山に記念酒を奉納しています。今日は高野山の日高善龍住職が高野山を流れる神聖な沢水を酒の仕込み水に加える注水の儀が行われました。儀式では住職が水を祈祷した後、当時が仕込みタンクに注ぎ込みました。しっかりと寒い気候に恵まれていますので、きっと美味しいお酒ができるだろうというふうに期待しています。この日本酒はこれから数年間熟成させ、特別な記念酒として高野山に奉納された後、県内外の専門店などで販売されるということです。